どうもストイックマンです寺嶋淳太でですすどうも意識高い系女三沢幸香寺島純太と三沢幸香の小説家になろうナビセカンドブックこの番組は小説投稿サイトを小説家になろうに実際に投稿された作品をピックアップその作品のあらすじ読みどころを僕たち二人の朗読で紹介 MBS ラジオの YouTube チャンネルや SNS も使って盛り上げていきますそうですよ最近のズンさんはねストイックぶってる。ぶってる ってますかすごいストイックアピールをイッ毎日最近もう毎日よいいいやいやいや毎日食ったなんかちょっと意識高めのサラダとかなんか宅飲みにしても、うん、なんかアルコール、うん、あアルコールフリーノンアルコールでうん、うん、なんかカロリーオフのつまみだから OK みたいなのあげてなんかもうリプライでみんなに「すごいずんだ頑張ってる!」って言われてるじゃないですか。言われてますよ あ,もうあと男性声優さん他の男性声優さんに話しかけられて、ええ、めちゃめちゃ話しかけられてるじゃないですか。めちゃめちゃ来てますしやや、あのー、やめろって言ってて言くるるるつもいます、ね、やめますすすすねね <laughs>、ええ、お前そんなななことするなとけ山下大輝くんというね、あのーうん、僕の「ヒーローアカデミア」のデク役とかやってるね、うん、人気声優さんがいるんですけどね、うん、あの方はもう前々からまる太っている寺島淳太のままでいてくれという。<laughs> お願いというかね、願いが。悪い寺島純太のファンなんですよ。あら、最近痩せようとしてるのを阻止しようとしてるんですね、あれは。あのリプ。やめろとか、はとか。僕、書いてる書いてる。かい飛んでくるって。いや、私もね、はって毎回毎回リプしたいのよ。いや、あれはなんで誰も突っ込まないの。いやいやいや。ストイックな人間は宅飲みしねえよ。誰か言えよと思って、リプライ見るんだけど、誰も言わないのよ。 私が間違ってんのかないやと思うそのストイック宅飲みマンですが、うん、やっぱちょっとボケたつもりだったんですよ絶対この人のボケを潰さないであげてって思ったそ,そもそもストイックマンは宅飲みとかしないよねみたいなうん、うん、夜になんで食べてんのみたいななんかキュウリとかじゃなくてなんでなんか罪なき、うん 勝つみたいなの「勝つじゃねえか!」って誰か言えよと思ったら誰も一人一人,一人ップしないのね本当のストイックマンはもう夜はもう一切18時以降は飯食わないとかね、うんえー、でちょっとお腹空すいたらあの昆布とかね<ー>、えー、茎わかめとか僕はあの大豆で作ったあのとんかつもどきを食べてますから、ね、うわ<ー>いや結構カロリーカロリーはそこまでなかったとしてもあんまり辛い 意味よくなさそうだなっていう組み合わせだなと思ったし毎日送ってるけどあのなんかコンビニでこういう意識高いもの買いましたみたいな僕はストイックなのでみたいなアピールすごいんですけどあれって全部ボケじゃないんですかいやボケじゃないですよボケじゃないですよあ俺は本当にいやいやいやあの生活を切り取っただけいやそうですよあの別にあの裏で 超ハイカロリー活動を食ってるとかいうわけではなくいやでも別にあれだけ食ってるわけじゃなくて普通に昼間あの現場で出たお弁当とかそれはさすがに食べるすね意識高い声優さんとかまで行くと自分でお弁当を持ってきたりとかあ僕お弁当いらないです持ってるんで高田とかいるじゃないですかそれガチストイックマンですねガチストイックマンあれ寺島さんはガチストイックマンではない僕はあのストイックマンカリですカリ いやなんかこう上げる画像上げる画像なんかこう突っ込みたくなるんですけど、えー、こ,のこのラジオ聞いてる人だったらまた三沢さんがなんか文句つけてるって笑ってくれるけどこのラジオ聞いてない人が普通にリプだけ見たら三沢さんが急に喧嘩を <laughs>、ね、何も悪いことをしていない頑張ってる男性声優に急に「お前それ以外にも米食ってんだろ」とか急にリプライしてたらやばい人だと思われるし <laughs> そうねいや全然来ていただいて大丈夫ですよいや本当にねなんか無駄に「いいね」をしたくなるうわいいね いいねしして威威嚇嚇フファァボボた初めて聞いた何そのジャンルそのファボのジャンル何それはあなるこから「いいね」来てるって言って気付いて「ミサオさんだ」ってなるじゃないですかその時に「はっ」ってなるから先に私から「威嚇ファボ」しとくと「あこれ絶対本当にグッド」って意味じゃないなこの「いいね」はミサオさんなんか文句つけに「いいね」「いいね」に自分がいるよ」っていう「見たよ」ってマークつけてきてんなってなぞとそうそうぶってんの見ててるぞっですよ。 ストイックのや,やつだけ寺島さんの全部のツイートの中でストイック飯だけ全部いいねしていきたい,いで,でもそうしたらねあの何にも言われのないずんさんのファンが三沢さんなんかストイック飯食べてるずんたの横にいるからこれ私横にいるのよっていう匂わせいいねしてるって思われてるじいですかいねんだわ近くに逆にいいね押さないだろガチの匂わせのやつは <laughs> や匂わせてるって思うかもしれないです安心してください私はあのストイックぶってる寺島さんを鼻で笑っています <laughs> <laughs> 嘘だと思っていますいやちょっと待ってくださいこれはね僕のいやちょっと痩せたよちょっと痩せたけどあ,あの飯食ってるんだからもっと痩せろよ <laughs> 違うんすよこれはねやっぱ僕の、ね、キャラ付けでしょキャラ付けじゃないですあのもうこれはシ,システムなんですよシステムあのですねもうやっぱりこう自分でダイエット頑張っててもはいはい パーソナルトレーナーをつけてるわけでもないので<ー>もう自分が手を抜こうと思ったら無限に抜けるじゃないですかはい、はい、そんな時に1日1回ストイックな何かを写真で上げるというルールを自分で作ることによってま、うん、現在のツイッターのフォロワーさんに監視してもらうみたいなあ<ー>なんで本当だったらあのストイック宅飲みまの時もコンビニ行ったんですよ、うん、で、僕は糖質オフビールうん に手が伸びたんですよちゃんとアルコール入ってるやつねだけどあやばい今日まだストイックなやつ何もあげてないおお<ー>。てアルコールをやめてノンアルだったらストイックかな <laughs> ストイックキャラ作ろうとしてるじゃん確実にいやでもそのおかげで要<ー>はカロリーオフにできてるわけですよ 2つの究極の選択のうちのよりカロリーが低いそうなんですよだからもうやっぱり心が弱いのでもうなんかこう周りにこう監視してもらってでもうゼロにはできないからやっぱそのひたすらブロッコリーバックフードがね無理無理無理できないんで無理なので三食全部ストイックは無理だからせめて一日一回なんかストイックなものをに置き換えて食べるというあ置き換え 食ほ、ね、他のやつがカロリー高くても3食のうち1個でもねすごいカロリー低めにしたらだいぶカロリーが3分の1抑えられますからねな,なので僕はもうそれをダイエット法だと思ってみんなに監視してもらいながらそうなんですだから僕が一日もストイックな飯をねあ、うん、げないと多分今の家庭今7日間ぐらい連続であげてるんで多分来ると思うんですあれ今日はあげないんですか ストイックご飯まだです。かってリップキに送りましょうか。う怖い怖い。君が来るの。まだですか。ファンのみんなで行きますよ。なるほどファンのみんなでまだですか。いやでもそうそれが僕の望んじこうな。それが来るとあややばいってなって。じゃ朝昼食べちゃった普通にどうしよう。まだツイートしてない。ツイートしてないもうじゃ夜はもうあのキャベツ。 千切りキャベツ,ャベツだけをこうやって送るっていうの。すごいな。それによって本当はじゃあもういいや昼も夜もなんかいい昼もいっぱい食べちゃったしもう今更ダイエットしても変わんないから夜もなんか焼肉食っちゃおうみたいな俺がそこで止まるわけですね。ま,すねまだですか？そういく飯の画像は。焼肉やめた。<laughs> キャベツキャベツ切らなきゃ。<laughs> 自分で切るんだ偉い。 でで、なるので、はい、だからそういう意味でだから僕が発明したストイックマンということをアピールすることによってダイエットを成功させるというねそんなストイックな生活って幸せなんですか幸せではないよ <laughs> 幸せじゃないの <laughs> じゃあせめて曲だけでも幸せになってください <laughs> そうだねせめて、えー、そんなねみんなダイエット頑張ってる方はいらっしゃると思うんで、えー、辛い時もこの曲を聴いて乗り切ってください寺島じゅんたで <laughs> ハッピー 改めまして皆さんこんにちは寺嶋淳太です三沢さちかですいやあのストイックマンの写真この間なんかサラバの写真かなんかの時床の上に撮ってませんでした <laughs> いやもうもっとねストイックマンだったらおしゃれに撮ろうよ違うのよまずに机に置くとこから始めようもう何人かに言われて、うん で僕も見てあこれ確かに床に見えるなと思ったんですけどあれ床じゃないですかあれ普通にあのサラダねあのクリスプサラダワークスみたいななあの名前おしゃれなサラダ屋さんでチェーン店でねそうチェーン店でいろんなとこにあるんですけどあれ普通にお店で注文して僕店内で食べたんでお店のあのテーブルおしゃれなテーブルの上で撮ったんですよ嘘そうなのなのになんか 床,床で食ってたじゃんってその言われて他の人にも、うん、床だと思ったいやいや床で食ってないよい,ないや必死の床の上にサラダ置いてるストイックマンってボケしてるからストイックなのにおしゃれなのにおしゃれサラダ床に置くんかいってリプライしたかったけどいや,いやめちゃめちゃ店のテーブルだからあれ <laughs> そうなんだ言ってみあの恵比寿の恵比寿のキルスクリスマスサラダアクスさんの,あのテーブルあれだからあそうなんだ行ったことあるけどテーブルまで見てなかったないやびっくり びっくりしたあれ床で食うストイックマンは床では食いません。ああよかった、うん、いということで、はい、ストイックマンにはねなんか反対だなっていうんか最近流行ってるものありますよね。飲みたかったんですけどね我慢してるんですけども、はい、えとスタバでですね、うん、47地元フラペチーノが販売開始、えー、各地で違う個性豊かなフラペチーノということで、はい、も我々のね地元のフラペチーノももちろん。 あるんですけどまずはこちらね、まあ、MBS さんの本拠地である大阪の「めっちゃ果物フラペチーノっす、ね」っ、うん、やっぱミックスジュースのイメージありますはね飲んだことないけどえとこれバナナリンゴ桃オレンジなどのフルーツが入ったミックスジュースにマンゴーやパッションフルーツなどトロピカルな味わいをブレンド<ー>仕上げにはマンゴーソースとチョコレートソースをトッピングしまるでチョコバナナのような懐かしさも感じられる一杯に仕上げたということですねちょっとなんか原価か,かかってそうじゃないですかなんかほんほん、ね、バナナリンゴ桃オレンジ マンゴーパッションフルーツ果物はお高いですよ今ね五六7種類ぐらいはもうフルーツ入ってます豪華よいいな大阪に行くことがあったら飲みたいね飲みたいですねそして山梨県私出身三朝市出身の山梨は山梨テテブドウホワイトチョコレートクリームフラペチーノというものらしくてテテっていうのはまあ「テ」っていうのが「え」っていう意味なんですよ方言でおばあちゃんたちに驚かせると「テ!」 って言うんですよ大体へって驚くんですけど2個あるとさらに驚いてるんですよててっていうおばあちゃんもいるんですよ多分それがこのびっくりマークびっくりマークの2つなんですけどててってブドウホワイトチョコレートクリームフラペチーノまあ山梨といえばブドウじゃないですかブドウとホワイトチョコレート風味のシロップを組み合わせたフラペチーノこれ美味しそうだなベリー系好きなのよベリー系というかちょっと酸味も感じられそうですよねこれ美味しそうだなかんこう コクがすごそうな感じしますねいいでもちょっとシンプルなんですよね二色しかないから白とブドウの色しかないから、ね、なんか大阪めっちゃ強い,い大阪いバナナリンゴ桃オレンジマンゴーパッションフルーツちょっとちょっと山梨県ブドウだけじゃないよ桃も生産量一位だし酢桃もあるし、うん、キウイとかもあるし桜、うんぼもあるのよ <laughs> もうブドウブドウのみ一 <laughs> 個で勝負 <laughs> <laughs> じゃ<あ> <laughs> あそんなズンさんの長野県ですねえりんごですね特産であるりんごをりんごリンゴバターをフラペチーノと合わせてあります<ん>、えー、またスターバックスコーヒーで人気のキャラメルソースを使うことで地域とのつながりを表現したもので<ん>まあこれも長野もやっぱりりんご一点突破です、ね、リンゴいってもうちょっとあるんじゃない <laughs> でもそばとかさもの有名なのてか長野って割と幅広く果物いっぱい作ってるんですよ<ー>実はね、えー 実はそうなんですよ。なんか結構牧場とかも多いから、うん、なんか美味しい牛乳とかもありそうだなって。ああ、そうですね。信山牛とかね、うん、牛乳とかやってるし。え、もうリンゴバターって美味しそうだな。リンゴバターってな食べたことないかもしれない。あ確かに。長野出身ですけど。ストイックマン長野帰ったらリンゴバターフラペチーノ飲むんですか？いや、僕はリンゴバターフラペチーノ。 クリーム砂糖氷抜きで何それでもフラペチーノじゃないもん <laughs> 確かにダイエッターに優しいんですよね <laughs> あのスタバは結構虫歯ミルクとかクリーム抜きとか言えるけどさすがにこれはな抜いたらもう意味ないもんなただのカフェラテみたいなの出てきそうだもんなそうですよちょっとリンゴが沈んでるカフェラテですよ <laughs> <laughs> いやまあでもいいんですよ一日一杯はいいですかあの別で別をストイックにすればいいですあそっかストイックな画像も上げつつの、うん、地元に光景みたいな感じのことを書けばいいのかそうこれを食べた次の日にキャベツ食べればいい <laughs> 前後の日でねどうにか調節するって言いますもんね いやすごいみんなのところは何なんですかね,ね。いや全部行ってみたいんだけどやっぱ無理じゃないですか。無理だね。四十七はね。ね。いやこれスターバーのねマニアの方にも多分たまらないでしょうね。多分実際これで全部制覇する人がいらっしゃるんじゃないですか。いそう。ねえご当地を。 それユーチューブでめっちゃ流行りそうじゃないですか、ね、これ8月3日までやっているそうなのでえ短いですね意外と夏休みの最初の最初までじゃないですかあと,です、ね、あと1ヶ月ぐらいですねわ<お> <laughs> 皆さんも飲んでみてはいかがでしょうか夏の思い出作ってみてください, <laughs> はいさあそれではナロ作品行ってみましょうか今月からピックアップする小説はこちら勤労学生始めます はいこれまで、えー、異世界過去恋愛ジャンルでたくさんの作品を投稿してきた作者による現在連載中の最新作です、はい、作者はきなこもちさんです、うんえー、魔法学園に通うリリアはあと1年で卒業というところで家の経営不振により学費の仕送りがなくなってしまった、うん、さらにそのことを知った婚約者からは婚約を解消されてしまい点々点。 ほうえー、お金だけなの婚約者ねえ魔法学園に通うということでまたちょっとファンタジー要素ね,ね強めな作品になってますけど異世界転生というわけではないあそうですね多分、うん、ずっと生まれつきこの異世界にいるんでしょうね。ということで今からお届けする朗読部分原作を MBS ラジオで脚色しておりままますす小説家になろうと読める原作はたたたた違った色がありますのででそちららもお楽しみいいだけたらと思います。ではどんな物語になっているのでしょう ちょっと覗いてみましょうコーディーどうしようリディアアリスト魔法学園の廊下を歩いていた婚約者のコーディーは足り寄る私リディアパウエルに驚いて足を止めたどうしたんいそんなに慌てて私退学しなくちゃいけないかもしれないえなんでうちの領地が経営危機になっちゃって お金そこをついたらしいのそれは本当うん領地から手紙が届いて学費が払えないってねえコーディー私どうしたらいいと思う私は手紙を握りしめたままコーディーを見上げた彼は優しげな顔を心配そうに歪めて私の髪を撫でる落ち着いてリディアご両親は今すぐに退学して戻ってこいって ううん勉強は続けてくれって書いてあるでも学費が払えないなら私この学園にいられない確かに領地に関して国からの援助はわからない手紙に書いてないわそうか大変だなうーんそれじゃあ婚約は解消した方がいいねえっ だって僕たちが婚約したのは互いの家の利益を考えてだろええそうね君の家が没落するのなら婚約の話自体も消えるんじゃないのかなうんうんそうに違いないリリア残念だけど僕たちは縁がなかったってことだよね今までありがとうこれからの君の人生を 遠くから応援するよ爽やかな笑顔を浮かべているコーディこうして私は婚約を解消されたのだリディア姉様、ま、お元気ですか我がパウエル試食寮では3年連続の干ばつと不作により領地経営に深刻な打撃を受けています各地に設けた食料備蓄はすでに底をつきそうで 来年の収穫期まで持ちこたえられるか分かりません。領主である父様や役人、業民一丸となって餓死者を出さないように奮闘しています。このように忙しくしている大人に代わり、僕が手紙を書いています。まず、母様からの伝言です。私たちは、この混乱を必ず乗り切るので、心配しないように。リリアは修学を続け、 人の役に立てる人物になってくれることを期待しています。続いて父様からです。蔵どころか金庫まですっからかんにしたので、学費を仕送りできなくなった。申し訳ない。だが、絶対に民を植えさせない。リリアもなんとか頑張って耐えてくれ。二人からは以上です。婚約者にあっさり見捨てられた私は、 故郷から届いた手紙を握りししめて立ち尽くしていた改めて読み返すと13歳の弟の首席はまだたどたどしくしかしそれがかえって真に迫る勢いを感じさせる領地のみんなな大丈夫かな5年前12歳でー都にあるアリスト魔法学園に入学してから一度も領地へ帰っていない。 両親からの手紙で天候不良が続いていると聞いていたけれど両経営が悪化するほどだとは知らなかった卒業まであと1年もある手紙には「就学しろ」とお母様からの伝言があったけどさすがにここは領地に戻って私にできることをしなくちゃいけないだろう私はとぼとぼと学生課へ向かったふんふん学費と両費が払えなくなったと。 はい。あの、私、退学ですよね。中にいた事務員さんに現状を話せば気の毒そうに頷うかれた。ここでわかりましたと言ってしまったら本当に終わる。私は必死に頭を働かせて解決策を考えた。あの、何か援助を受けられる制度などは 罹災した場合学費の免除制度というのがありますけどそれ受けられませんかちょっと待ってくださいねえー、っとあー特別な理由が必要ですね領地が干ばつに見舞われたのは特別な理由になりませんか難しいですねどうしてですか 地震、大火事などで住居や仕事を家族全員が失ったりした場合に適用されると書いてあります。あなたの場合だと困窮しているけれど収入ありとみなされます。言葉を失う私に他の事務員さんたちも仕事の手を止めて頭をひねってくれるがなかなか解決策は見当たらないようだ。ああ、そうだ。婚約者の家にお願いしてみては あ、婚約者はいません <laughs> 結局家庭の事情で退学に落ち着くしかなさそうだ学生課にいたたまれない雰囲気が満ちるあの使えそうな制度がないか調べておきますのでありがとうございますバンジーキューす学生課を出た後 このまま人の多い寮に帰るのも嫌で足は中庭に向いたどうしたらいいんだろうコーディの爽やかすぎる笑顔を思い出し中庭の風景がにじむ退学して帰るしかないかそこで私は重要なことに気づき涙が引っ込んだりょ寮地に帰るお金がない つい先日ありがねはたいて分厚い魔法書を買ってしまった手持ちのお小遣いでは足りなくて売れる服なども手放してやっと買った魔法書次々襲ってくる衝撃がつらくてふらふらと裏庭へ向かうそこには誰もいない咲き誇る花もない私は思いっきり声を上げて泣いた リスナーの皆さんもぜひ参加してください食レポ声優になろうのコーナーですはい先週の答え合わせします、はい、ガーミが食べていたのはヨーグレットでしたイエーイ当たってましたね当たりましたわかりやすかったわかりやすくねちょっとヒントを出しすぎた可能性もありますけど <laughs> で,もでもあれはあの後ちゃんとね <laughs> 持って帰って食べました私残ったやつ美味しいよねあれね美味しかった久しぶりに食べたら美味しかったう,ん,、ね、うん。でもあんな粒ちっちゃかったかなと思った 私がちっちゃい頃食べてたから体が大きくなって久しぶりに食べたから本当にあこの大きさだったんだってびっくりしました感じるね自分の成長成長ですわこれは成長 <laughs> はいえとこのコーナーは見覚えのあるたくさんのお菓子の中から一つピックアップし食レポしますえ私たちはね週替わりで食レポする側と当てる側に分かれます食レポコメントを元に何のお菓子かをねリスナーさんと当てる側は頑張って当てるというゲームでございます今週はズンさんが食レポで私とリスナーさんが当てる側でいきましょう でも、みさもう目つぶりますね。ずんさん消毒してください。さあ、今週もニューカマーがいるんでしょうか。ええー、増えて増えてます。なんかね、毎週ちょっとずつ増えてるって、なんか増えすぎじゃない。そんなに。<laughs> こんな増ええ、なんかすごい増えてる気がする。まあ、今食べたいものでも。 あでもいいですし季節っぽいものがあったらあでも季節でもちょっと今週はストイックマンの観点からおストイックマンヒントストイックマンストイックマン的にセーフなところからいきましょうちょっとイライラするんだよな <laughs> えー、ストイックマンが食えるものなんてあるそかお菓子なんてなかなかストイックマン食べられなさそうだもんなでも一番梅昆布もうやっちゃったしな梅昆布やっちゃったうわたっけカロリー それ以外でストイックマンがオッケーなお菓子が入ってんのかな。うーん。<ー>おなじみのお菓子の中で、これはオッケー。これはえ、へ、ん？ストイックマンの観点から選びました。大丈夫ですか？選びましたお、これです。じゃあこれです。うーん、何かに包まれていることはわかりますけど<ー>パッケージが開けます。はい。なんか裂きましたね。じゃあ食べます。はい。 スナック菓子的な音がしますね。うストイックマンは良くないのでは。い,いや、ストイックマンは本来良くないんでしょうけど、うん、このお菓子ボックスの中から一番ストイックマン的にオッケー。カロリーが多分一番低いですね。えー、えー。ーカロリーが低い？もうちょっとヒントください。うんと、甘くはないです。<ー>甘くはなくて、しょっぱくさもあって。 空洞になってますね中が空洞、うん、あもう食べ終わっちゃう謎謎、うん、え中が空洞のお菓子なんだなんだこれすごく乳製品のえサクサクしてて中空洞でえだからお酒のつまみにも合いそうですねお酒のつまみに合うかは分かんないけどストイックマンがオッケーなのはきっとえー、じゃあ ウエハースということで甘いよな。どうなんでしょうか。赤ちゃんせんで。もう,うそれ知らんわ。ということで、えー、食レポしたおかしい名は当てられるかな？<laughs> ハッシュタグナロー MBS をつけて皆さんツイートしてください。うん 寺島俊太と三沢さしかの小説家になるうナビセカンドブックいかがでしたか魔法学校のお金が払えなくなくっちゃったったていう女の子がまさかの主人公というか。<laughs> なんかすごくファンタジーな学園なのになんか起こってるトラブルがすごい現実的でしたね、うん。考えたことなかった魔法学校にこういうなんか急に学費払えないから退学しなきゃみたいなことが起きると思ったことないもん、えー。ねなんかこういいありそうでなかったところですよね。うん、現実的な、うん <laughs> ね、問題が起きてこの後どうなるのか,そ,かそして勝手にお遠くから応援する婚約者うんもうこのままじゃかわいそうすぎるリリアちゃんが、ね、弟も出てきたけど,、うん、どちょっと予想つかないですねその王子様役的な人は誰になるのか,と,か、ねね、ちょっと恋愛ジャンルだからきっと誰かと恋愛するんでしょうけど、うん、これ多分あの婚約者は二度と戻ってこない、ね、もうあいつは戻ってこなさそうな感じしますね <laughs> 戻ってきてもねあいつはなんかもう笑顔で人のピンチに去っちゃうもんあの人は。<laughs> 結婚しない方がいいよリリアちゃん愛用とかよくないと思う,う確かにちょナチュラルにちょっとクソ野郎でしたね戻ってきても縁を繋がない方がいい <laughs> もう一回うやめた方がいい悪気がないタイプのちょっと良くない男、ね、ここでさよならした方がいい男だわ、ね、まあ次回はねまた新しい王子様というかね出てくるのかなイケメンが出てくるんでしょうかねね<え>、うん、はい、はい、学園にちゃんと通えるといいですね小説家になろうでは今月紹介する作品はもちろんたくさんの作品を読むことができますし皆さんの作品を投稿してもらうこともできます 現在小説家になろうでは出版社各社とのタイアップ中7月31日締め切りの株式会社アニメイトとのタイアップ企画耳で聞きたい物語コンテストや12月31日締め切りの第7回オーバーラップウェブ小説大賞などのコンテストを多数実施しています詳しくは小説家になろうホームページからご確認くださいそしてこの番組は YouTube チャンネルでも楽しむことができますまた Twitter も開設していますのでフォローリツイートよろしくお願いします感想などつぶやいていただく際は「ハッシュタグなろう MBS」で またリスナーの皆さんから番組へのメールもお待ちしておりますメールアドレスはそしてパーソナリティ二2人ともにツイッターの YouTube チャンネルやっていますのでこちらもフォローチャンネル登録よろしくお願いします、はい、ということで小説家になろうナビセカンドブックまた来週お会いしましょう寺島純太と三沢幸子でしたバイバーイ